憧れの結婚式を目前に控えた花嫁一致。本来なら幸せの絶頂であるはずが、新郎となる夫の冷たい態度に頭を悩ませていた。二人で幸せな夫婦になりたいだけなのに、という一致のささやかな願いも虚しく、夫の浮気現場を目撃してしまう。しかもこの夫、さらに秘密を抱えていた。そこで一致はすぐに婚約破棄をせず、そのまま結婚式を迎えることを選ぶ。大胆な行動を取る一致の思惑やいかに。夫の浮気に気づかないふりして、結婚式に浮気相手全員ご招待した結果。結婚式目前なんだけど、夫と私の間の温度差がひどくて、不安になってる。結婚式は花嫁が主役って雰囲気があるから、新郎側は少し面白くないかもしれないけど、大切な人と結婚できるんだから、多少は男性側も浮かれたりしないのかな。みんなの時はどうだった？うちは旦那がお祭り男だから、私以上に張り切ってたよ。一致の夫がどんくらい冷めてるのかわからないけど、私の夫も乗り気じゃなくて、不満たらたらだった。本番は笑えって芝居たけど。賠償、彼女いない歴イコール年齢。黙っていることしかできない。人によって結構バラバラなんだね。うん、私が張り切りすぎて、一人で空回りしてるだけなのかな。そんなに夫との間に温度差があるんか？もともと式のことを決めている時も、全然参加してくれなくて、何を聞いても。一致の好きなようにしなよ。って答えるばかりだった。それが最近はおかけてひどくなってる感じ。具体的にはどんな感じなん？結婚式に向けて、少しでもドレスをきれいに着こなしたいから、ダイエットしてたんだけど。ねえねえ、最近少し痩せたと思わない？二の腕とか引き締まってきたでしょ？そうなんだ。スマホポチポチ。お母さんが式場に飾るためのフラワーアレンジメントくださる予定だけど、どこに飾ろうか。やっぱり受付かな。一致の好きにしなよ。俺、もう寝るわ。スマホポチポチ。って感じ。男ってこんな感じじゃね。うちの旦那と変わらんからなんとも。そういう態度が嫌なら、二人でちゃんと話し合いとかしたか？しようと思ったけど、夫は出張とか飲み会とかで忙しいから、それを盾にして、逃げられ続けてる。私はこれから、夫婦として一緒にいるんだから、もっと楽しく協力的な二人でいたいのに、最近こんなはずじゃなかったって思いがぐるぐるして、夜も眠れないんだよね。ただでさえ夫の態度でイライラしてるのに、最近嫌なこともあって、そもそも、私と夫は、部署は別だけど、同じ職場に勤めてる。階も違うし、結構大きい。職場だからすれ違うこともあまりない。だから夫の社内での様子とか人間関係とか、すべてを把握してるわけじゃないんだけど、最近、夫の部下の A 子って女性が、やたら、話しかけてくるようになった。最初は、夫と取引先の商談に向かうらしい時に、自己紹介された程度だったんだけど、近頃は、食堂やすれ違った時とか、頻繁に話しかけられるようになった。話しかけてくれるだけならええんやないか？ただ単に挨拶して、軽い世間話するだけなら、全然問題ないんだけど、A 子の話の内容は全部夫のこと。夫先輩って本当に優しいですよね。この間も私が取引先から怒られてる時にかばってくれて、すっごく嬉しかったです。ケピ、みたいな、私に言って何か意味あるの？って感じの夫についてのことを一方的に話して去っていく。本当に私に話して何になるんだろう。出た出た出た。こういう女、クラスや会社に絶対一人はいるよな。人のものになるってわかると。二人にちょっかいかけてドヤ顔するやつ。てか、取引先に怒られてるの、シンプルに草なんだが。何か訴えてるのか、私の反応を見て楽しんでるのか、とにかく真意が見えなくて、不気味だなって思い始めて、こっちからそれとなく避けてるんだけど、昨日は私の階の給湯室まで来て、話しかけてきたからびっくりした。キモー。A子、わざわざ一致を探して話しかけに来てるの確定じゃん。それはさすがに草。じゃなくてキモ。童貞の愛でもわかる。冷たい夫だけでなく、わざわざ探して話しかけてくる粘着気質の A 子に絡まれ、頭を抱える一致。悩みはさらに続き、これから先大丈夫かなって不安に思ってる中、妊娠も発覚した。そういえば最近生理が、来ないなぁと思ってたんだけど、腰痛やお腹の張りがあったり、急に吐き気を催すなど、ネットで調べた情報とドンピシャだった。夫の態度と結婚式のことばかり気にしてて、自分が妊娠してるって全然気づかなかった。私も夫も、こうなる前はしょっちゅう、子供が欲しいねって話してたから、さすがの夫も、子供ができるって聞いたら、喜んでくれるだろうと思って、すぐに報告したんだけど、夫くん、大切な話だから聞いて。私、妊娠してたんだけど。ふーん、よかったじゃん。スマホポチポチ。え？それだけ？
もっと他に何か言うことないの？あまりの塩対応に私が驚いても、夫は顔色一つ変えない。夫くんも子供欲しいねって言ってたじゃん。あれはあの場のノリだろ？てかそんなこと覚えてない。ノリって何？何それひどくない？軽い気持ちで子供欲しいって言ってたの？私を怒らせたって思ったのか、夫は急に慌ててソファーから立ち上がって。あ、わ、そんなこと言ってないだろ。俺、明日早いから。とだけ言って、一瞬も私の顔も見ないで部屋に入っちゃった。その反応が悲しくて悔しくて、大声で泣いたんだけど、一回たりとも、部屋から出てこなかったし、次の日にフォローとかもなかった。夫の反応ひどいな。自分で子供欲しいって言ってたんじゃないのか？私だったら夫のスマホ、粉々にしてトイレに流してるわ。イッチ、こんな奴と結婚する意味あるのか？私も本当にひどい奴だってわかってる。でも、こうなる前は本当に誠実で、お互いを思いやれる仲だったから、まだ彼のことを捨てる決心がつかない。倦怠期みたいな感じで、一時的なものの可能性もあるし。このまま結婚するのも、しないのも、イッチの自由だけど、結婚しても、この先夫が元に戻るとは思えん。この夫、何か裏でやらかしてるんとちゃうんか？イッチの妊娠にすら反応しない夫に疑いの目を向けるひよこみんたち。しかし、別れる踏ん切りがつかないのか、イッチはそのままスレを離れてしまう。イッチはもう戻ってこないのかと思った、その一週間後。ふざけんな、ふざけんな、ふざけんな。うお。イッチ、すごいご乱心だな。何かあったんか？今、職場の休憩時間なんだけど、誰かに聞いてもらわないと耐えられない。もしかして、夫が何かやらかしたんか？あのクソ野郎、浮気してやがった。しかも、あのええこと。やっぱりか。あちゃー。よかったら、発覚までの経緯詳しく。私の仕事は主に総務だから、さっきちょっと用があって倉庫に行ったのね。備品を取り出しに行こうと思って、倉庫への近道の非常階段を通ったんだ。非常階段は外にあるし、風が強いから、私たち総務系の人が倉庫に行く時にしか、使わないくらい、誰も人が来ないんだけど、ドアを開ける前に人の気配がした。たまーに、周囲から聞かれたくないようなことを通話してるお偉いさんがいるから、今回もそれなのかなと思いつつ、邪魔にならないようにゆっくりとドアを、開けたんだ。そしたら、びっくり、少し下にある踊り場で、大胆にも熱々のキスをしている夫と英子。うっぱー、キモ、バカじゃん。自分、ゲロ吐いてきていいか？私も最初、何を見ているのかわからなくて、一旦フリーズ。脳内停止。あ、夫と英子じゃん。って分かった瞬間に、吐き気がどっと込み上げてきて、走ってトイレに駆け込んだよ。今もまた思い出して、壁殴りたいし、吐きそうだしで、うわぁ。イッチ、どうどう。落ち着け。これから、どうするんだ？まだ前みたいに未練があるからとか言って、消えたりしないよな。さすがの私も目が覚めたよ。もう未練も愛情も一部も残ってない。こんな奴と夫婦になるなんて絶対に嫌。絶対にこの浮気の代償を払わせてやる。復讐心に燃えるイッチ、いいぞ。なんか復讐とか考えてるのか？とりあえずムカつくから結婚式は利用してやりたいかな。どうせもうキャンセル料が発生するし、ただ慰謝料請求するだけでは気が済まない。やるからには派手に行きたいしな。とにかく、みんなにはいい報告ができるように頑張るから、待ってて。浮気現場を発見してしまい、たまりに溜まっていた怒りが爆発したイッチ。復讐に燃えるイッチをひよこみんが見送り、ワッフルして待つこと、2ヶ月後。非常階段で夫の部中を見たイッチだよ。お待たせ。イッチが戻ってきた。ご帰還であるぞ。復讐は終わったか？みんなで全待機してたぞ。それが、私の予想より面白いことになったから、報告するね。服は着てくれ。よし来た。パンツ履いた。浮気現場を見た日から、夫が憎くて仕方なかったけどなんとか耐えて、いつも通り接し続けた。もちろん、裏では離婚のために更新所に、調査を依頼して不倫の証拠集めをしていた。結構すぐに更新所から結果が届いたんだけど。え？何、これ。その結果に私は驚いてひっくり返りそうになるくらいに衝撃を受けた。でもすぐに、これは夫への浮気の追求がもっと楽しくなりそうって思った。うおー。新しく分かった夫がやらかし気になる。ワクテカが止まらん。そして、迎えた結婚式当日。私が一人で考えた私の理想の式だったから、夫が不倫したクソ野郎じゃなければ、本当に最高だったのにな、とか思ったり、何も知らず祝福してくれる人たちの笑顔に途中何度か心の中で謝ったりした。英子も夫側のゲストとして来てたけど、ご丁寧に挨拶しに来たよ。夫先輩、一輝さん、ご結婚おめでとうございます。とても素敵な式で、私も夫先輩みたいな素敵な人と結婚したくなりました。
みたいなこと平然と言うから、その場でシャンパンかけてやろうかと思った。A 子が来た時だけ露骨にニヤニヤしてる夫もキモすぎたけど、これから起きる。夫と A 子にとっての大惨事のために殴りたくなるのをぐっと耐えた。披露宴もつつがなく進んでいき、夫の同僚たちによる夫と私の馴れ初めをコントにした。余興がダダ滑りして終わると、ふと会場の照明が落とされて薄暗くなる。次の余興かと周りがざわざわする。司会の女性の元気なアナウンス。ここで、新郎新婦のご友人一同から新郎への素敵なサプライズです。わっとみんなが拍手してくれる中、会場に女性が4人入ってくる。みんな、白いドレスを着て、手には少し前に私が持って入場したブーケと、似たようなブーケを持っている。誰がどう見たってわけありな4人にざわつき始める参列者。なんだなんだ、穏やかじゃないね。披露宴に白いドレスの女が4人。何も起きないはずがなく。白いドレスの4人のうちの1人がさっとマイクを受け取り、笑顔でハキハキと話し始める。私、B 子と申します。夫さんとは独身限定の巻き込んで出会いました。え？という驚きの空気になる会場。 B 子はそのまま隣の女性にマイクパス。はじめまして、 C 子と言います。夫さんにスポーツジムで声をかけられたのがきっかけで交際を始めました。さらに静かになり冷えていく会場。 C 子は隣の3人目の女性にマイクを渡す。 B 子でーす。駅前のカフェで働いてます。夫さんはお客さんだったけどガチ告白されて今は半同棲してます。身に覚えのありすぎる夫はここら辺から頭をかきむしって、なんで？ってパニックになってた。 D 子のマイクは最後の4人目に。 D 子と申します。夫さんとは料理教室で出会いまして結婚を前提に交際しております。先日私の両親にも挨拶してくださいました。こうして4人が自己紹介を終え、会場の空気は冷え冷えでお葬式状態。私は大喜びで拍手喝采。夫は4人の浮気相手の登場と暴露に。壊れちゃった。どうなってんの？ごまかしてたってこと？オラオラオラー。修羅場の開幕だー。ずんどこずんどこ。一気からのサプライズとして呼ばれたのはまさかの夫の浮気相手だった。しかも夫は5人を股にかけるプロ選手だった。衝撃の展開にひよこ民たちは祭り状態に。そう。夫はなんとごまかしてる最低野郎だった。更新所から来た結果を見て、私は夫が出張や飲み会と偽って、毎日のように A 子をはじめとした5人の女性と日替わりで会ってることを知った。この結果には更新所の人と一緒に笑っちゃった。わいは彼女一人もできたことないのに、5人と同時交際なんて羨まけしからん。そりゃ5人と連絡取り合ってたらずっとスマホ見てるよな。しれっと重婚しようとしてるのくさ。ごまたしてるって聞いた時は苦笑いしたけど、考えれば考えるほど夫が許せなくて。そのまま怒りに任せて、私は単身で A 子以外の浮気相手のところに乗り込んだ。そしたら、みんなすごく驚いていて、言い訳せずにすぐに謝ってくれた。夫さんとはもう二度と会いません。私にも慰謝料を請求してください。と自分から言ったり、その場で土下座してくれた子もいた。それに話を聞いたら、みんな夫に独身だと偽られていたことが分かった。中には、ただの平サラリーマンなのに、ベンチャー企業のアドバイザーとかの、かっこいいできる感じの職業だと仕事まで嘘つかれていた子もいた。話を聞いて、私はこの子たちはみんな夫が遊ぶために騙されていたんだと確信。だから私は慰謝料を請求しない代わりに今回の復讐に協力することを要求。みんな、自分が騙されていた恨みもあってか心よく応じてくれた。もちろんプランナーには当日のサプライズをしてくれる友人たちとして話し合い済み。早くそのサプライズの続きを教えてくれー。裏の事情の説明ばかりになってごめん。もちろん自己紹介で終わるはずがなく、再びマイクが戻ってきた B 子が私に目配せしてきたので、私が合図をすると、4人は、部外者みたいに驚いてた A 子のところへ出し、青ざめる A 子。なになになに？なんで私？いやー、やめてー。あなたも私たちの仲間でしょ？さ、こっちに来てください。ほらほらー、テンション上げてけー。しらばっくれることは当然許されず、4人によって、参列者の前に、引きずり出される A 子。そして、音大卒のE子の素敵なピアノの伴奏と歌声が、会場に響き渡る。私たちは騙されたー。カラオケが趣味のD子が続く。夫さん、独身でフリーって言ってたのー。彼女になってくださいって告白されたー。騙されてたー。婚約済みの彼女いたー。騙されたー。恋人持ちの人との交際は絶対無理ー。浮気する男性嫌いって伝えたのに。夫さんにとって私たちは浮気相手。ふざけるな。
ってもこの中に一人だけ、イッチさんと夫さんの関係を知ってて浮気した女がいます。エイコ、私はセンターでうつむいてるエイコを指さした。お前が。ブーケをむしった花びらを、4人に頭からかけられるエイコは青い顔で震えてた。私と4人で考えた自作ソングに、酔っ払いの参列者は拍手。他は口あんぐりだった。派手に晒し上げられて、エイコご愁傷様やな。イッチの披露宴行ってみたかった。手拍子してあげたのに。飯馬が止まらん。これがあるからひよこみんをやめられん。エイコと不倫していたどころか、身辺を騙してごまかしていた夫は、周りの好奇と軽蔑の視線に耐えきれなくなり、立ち上がると5人の前に来て、手をブンブン振って。違う、違う。浮気なんかしてない。俺のせいじゃない。お前らが誘惑した。と、見苦しい言い訳。もちろん誰も信じる人はいない。おい、お前、これはどういうことだ。説明しろ。青い顔のギフト義母が詰め寄ってきたので、夫は最後の抵抗なのか逃げ出そうとした。逃げるな、バカ者。夫くん、事情を説明したまえ。参列していた夫の上司も駆けつけて、あっさりと捕まる夫。そのまま二人に引きずられ、会場を出て行った。もちろん式は中断。義母から、夫は控え室にいるので、両親ともども来てほしいと言われ。私と両親は義母と共に控え室に。控え室に私と両親が入るなり、すぐさま義両親が土下座。うちのバカ息子が、本当に申し訳ない。こんなアホタレなんぞ、遠慮なく離婚して、慰謝料を請求していただいて結構です。夫は、自分の引き起こした事態だと分かってないのか、なぜか逆ギレ。親父、ひどいぞ。なあ、イッチ、俺はいろんな女と遊びたかっただけで、本気じゃないんだ。付き合いの長いお前なら分かってくれるよな。俺の本妻だもんな。分かってたけど最低だな。ゴミにも及ばん。本妻も何も、日本は一夫一妻制だぞカス。本気じゃないと言われ、確実にエイコ以外の4人の怒りを買ってしまい、ババ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 。夫は、B 子、C 子、D 子、E 子、全員に一発ずつビンタされた。いだー。撃たれた方を抑えながら、吠える吠える。ふざけんなよ。女の分際で。女なんてバカな生き物は一生騙されてろよ。もう愛情なんてとっくに失せてたけど、完全に人間として見れなくなった。こいつは女性を本当に見下してて、自分を気持ちよくするだけの玩具だとしか、思ってないから、本当に軽い気持ちで次々と手出してたんだなってわかった。本妻だからわかる？何バカなこと言ってんの？浮気した上に、いろんな女の子に結婚詐欺して、紐して離婚されないとでも、何か言い返そうとした夫を、きっと睨みつけて黙らせた。もちろんあんたとは離婚。わかってると思うけど、慰謝料も請求するから。エイコ、あんたもだよ。完全に油断してたのか、私が振り向いて声をかけると、エイコはビクッとした。抵抗するだろうなとは思ってたけど、やはりエイコは悔しそうに地団駄を踏み始めた。なんでなんでなんで。私だって本気じゃないし、遊びだし。だから、ここの女どもみたいに浮気したことは水に流せよ。そう言って激高してるエイコには、私に会社で話しかけてきた時の、ブリブリした甘えてる感じはどこにもない。夫上司、その表現ぶりにポカーン。多分こいつも、こっちが本性だろうな。なんで、エイコ、俺とは遊びだったのか？大好きって言ってくれたのに、イッチと離婚するから俺と結婚できるのに、結婚しないのか？この後に及んでさらに醜態を晒す夫に、義両親は頭を抱えるしかない。さすがの私も、同情を禁じ得なかったよ。今さら結婚を迫られたエイコは、さらに激高。はぁ？バカじゃねえの？栄養成績どべの口臭い男と誰がするかよ。栄養成績不振かつ放棄してる虫歯持ちの夫、激震。床にへたり込んで動かなくなった。ブス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 。負け犬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 。栄子は4人に対しても小学生レベルの悪口をわめき散らす。開いた口が塞がらなかった。栄子、気持ちがいいくらい大暴れしてて草。イッチ、この暴走機関車止めてくれ。私は呆れて放棄しようと思ったんだけど、4人がやってくれた。バッ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 。ぷっ。痛ーい。4人に順番に撃たれ、真っ赤になった方を抑えて、エイコは泣きそうになってた。私たちは騙されてた。イッチさんがいると知ってたら、浮気相手になんてならない。結婚相手がいると知ってて浮気したあんたとは違うのよ。4人から囲まれて詰められて、エイコはついに号泣。ま、あれは怖いよね。イッチはビンタしなかったの？したよー。バッチリ。最後に夫の上司が2人に、イッチさんに今回の件について謝罪しなさい。って促したら、二人して同時に。でも。って謝罪どころか文句言おうとしたから、四人に撃たれたところに重なるように。バッチーン。バッチーン。やらせてもらいました。痛すぎて二人とも叫べなくなってたよ。後日、夫上司の働きかけで夫もエイコも社内の風紀を著しく乱した。
そして、自主退職という名の首。特に夫に関しては、女性向け商品を扱う企業だったから、女性を見下してたことを、上から相当怒られたらしい。夫の同僚が、会議室見たけど、泣くほど怒鳴られてて受ける。ってこっそりスネークして教えてくれた。夫と A 子は結婚、するわけがなく、お互いの実家に収監。私の慰謝料支払いのために、両親に見張られながら、バイトに明け暮れる毎日を送っている。そういえば、イッチ、お腹の子は大丈夫？かなりストレスかかってそうで心配。それが、実は妊娠してなかったんだ。てへぺろ。え？結婚式前で、過度なダイエットを始めたから、生理が来てなかっただけだった。栄養不足による肌荒れや、運動後の筋肉痛をお腹の張りや腰痛と勘違いしてたみたい。夫がそっけなかったのを心配して、精神的に不安定だったのも重なって、イライラしてたから、夫のせいでもあるけど、私の完全な早とちりでした。心配してくれたのに、ごめんねー。なんだ。でもちょっとほっとしたわ。仕方ない。かくなる上は罰として幸せになる呪いにかかってもらうぞ。次こそはいい男と出会える刑も受けてもらうからな。夫も浮気相手の A 子も他人を見下すその性格の悪さゆえに、自ら破滅へと突き進んでいきましたね。夫に騙されていた4人と一致には、次回こそ妖艶に巡り合ってほしいですね。今回の動画はいかがだったでしょうか。一致が夫の浮気現場を目撃した時のように、ドアを開けたら気まずい光景、見たらいけないものが、なんて経験はありますか？皆さんの意見や実体験をぜひコメントに残していってください。このチャンネルでは、女性の身近に潜む問題をスカッと解決する話を配信しています。スカッとしたい方は、チャンネル登録で次の動画もお見逃しなく、コメント欄での感想も励みになってます。今回の動画を気に入ってくれた方へは、こちらのスカッと動画もおすすめです。最後は運試しのじゃんけんだっぴー。じゃん、けん、ぽん。